こんにちは、ガイドボランティアの福地です。いや、ちょっとご紹介させていただきますね。この廊下見てください。ずっと松なんですね。これつなぎ目が全然ない。 7.7 メートルもあります。大きな、地松をですね、使って、廊下に仕上げている。ここが洋館1階です。ここはですね、天井の高さを見てください。非常に高く洋館らしいですね。でもこの建物は木造建築なんです。このお部屋で特徴的なのは四隅にある換気口なんですね。よく見られるのは家紋であったり花柄であったり格子目であったりするんですけど、ここは何か面白い絵になってますね。これ解読した人がいるんです。解読なんです。そうです、隠し文字と言いまして、左側から読んで東洋だという字を鶴と亀に載せてですね、絵が描かれているというふうに思います。鶴も亀も長寿を意味するということで、非常にめでたい動物なんですね。はい、じゃあこれが2階の和室4部屋です。特に書院造りのこの正面のお部屋、非常に立派な書院造りになっています。で、少し目線をですね、上の方に向けていただきたいと思いますが、いわゆる欄間の絵です。で、これは霧の板に鳳凰と、それから霧の花の絵が描かれております。いわゆる鳳はオス、凰はメスということで、蚩尤の不死鳥、長寿を意味する鳳凰の絵がここに描かれているということがわかります。廊下側には那須小路がはまっております。那須小路ですね、これは光と風、これをうまく調和させてくれるということで、見てください、この素晴らしい色と光と、それから透かしですね。家紋の中に描かれているものであると同時に、非常に縁起がいい、いわゆる鳥の巣を上から見たものだというふうに言われています。ですから、いわゆる多産ですね。よく見てみると、実はこのところに松葉が流れているところが書いてあるんですね。それから引き手にはどういう絵柄が入っているかというと、蝶々なんですね。蝶々、上の欄間ですね、これ見ていただくと分かりますけど、菊柄なんです。いわゆる菊柄も八重を描いたような絵柄なんですが、菊は花弁がたくさんあるということで非常に縁起のいい。ここの引き手はなんと六角形の中に鶴の絵が描いたということで、いわゆる亀甲紋、亀の甲羅ですね。亀甲紋の中に鶴、鶴と亀、思い出しましたね。1階の洋館、そこの換気口も鶴と亀ということで、まあ、長寿を意味する絵柄がここでも使われているということであります。じゃあ次にこちらのお部屋にですね、目を移してもらいますと、最後の襖絵になります。今までのとちょっと違うなと思うんですが、いわゆる秋の七草が描かれているというふうに言われています。で、ここではひときわ関心が高まるのはこの引き手なんですね。引き手、これは鳳凰の絵を切り抜いてある、いわゆる金属を打ち抜いてあると。ここの建物については襖の各所にいろんな絵柄が入っています。よく考えてみると、鶴であったり鳳凰であったり蝶々であったり、いわゆる長寿を願う絵柄が随所に入っているということで、これはまさに江戸明治大正にかけて子供が若いうちにどんどん死んでしまう、あるいは長生きできないと、病気であったり災害であったりいろんなことがあるということで、どこへでも長寿を願う絵柄を入れるというのが日本の文化にあったんですね。ですから大正12年棟上げされたこの建物にも、そういった日本人の思いが描かれているというふうに考えてもいいかと思います。